はい、オルガンライフです。私の車なんか走ってたらブレーキ警告、ブレーキ警告が出ましたね。まあ、ランプがつく以外にこのナビの画面っていうかオンボードコンピューターにブレーキシステム異常って出るんですよね。出続ける、まあ、キャンセルしない限り出ますね。それ電話かけたら、まあ、ブレーキのセンサーが切れた、だからそっからだいたい2000キロぐらいは走れますよっていうことだった、まあ、というよりまだ走行2万キロで、まあ、私あまりブレーキハードに踏まない。前の車だってリアのブレーキパッド交換してなかったな。10万キロ乗ったけどリアは交換してなかったわ。だから、まあ、これセンサーの、これセンサーの異常じゃないかって思うんですよね。コンピューター、まあ、断線、そのセンサーが断線したかってコンピューターが見てるんだけど、コンピューターに、まあ、多分デジタル入力 DIO っていうのがついてて、そこに信号を入れてる。だからそのコンピューターとかマイコンボードのこの DIO、 そこがやられてるか、それかその途中の配線が切れてるか、それで出る可能性ありますからね。まあ、ちょっと2万キロでブレーキ交換っていうのはサイクルとして早すぎるんじゃないかって私はそう感じてます。実際パッドってそんな2万キロで警告が出るほどなくなるのかな。まあ、そんなことないですよね。器用にリアだけ減らせるって、フロントも減ってもいい。普通はフロントの方、フロントが8割って言われてますからね。だからそっちの方が先に摩耗するんじゃないかと思うんだけど、今回リア、あ、そうだ、前の車リアリーディングトレール、リーディングトレーリングっていうかドラムブレーキだったから減らなかったのかな、ちょっとわからないですけど、まあ、ディーラーに見てもらいに行きます。どうなのかな、本当にブレーキ異常だったら、ブレーキ異常っていうかブレーキの摩耗だったらパッド交換で3万、3万ぐらいって言ってましたからね。うん、2万キロ走って3万って結構痛いですよね。どのくらいだ、1キロ 1.5 円、うん、1000キロ走って1500円、すごいランニングコストですよね。ブレーキ見てもらったら本当に減ってたみたいですね。それ見に行って結構リアブレーキパッドの消耗が早い、だいたい2万キロぐらいですよって言われましたね。そうなんだってそう思いましたよ。うん、それで正規ディーラーに交換してもらうと工賃込みで32,000、うん、2万キロ走ると32,000 の消費ですね。うん、国産車だとリア私交換してもらったことないんですよね。フロントはだいたい10万キロ走って1回ぐらい、そんな感じでしたけど、リアは、まあ、ほとんど交換したことなかった。それブレーキのそのかかる比率、だいたい前が8、後ろが2、または前が9、後ろが1みたいな、そんな感じだと思ってたんですよね。そしたらミニは、うん、5対5、55半々でかけるって言ってましたね。あ、そりゃ
減りが激しいわって。それ理由としては前のめりにならないように前後均一にかけるって、そういう理屈みたいですね。おお。それ今回社外品のパッドに変えてもらいましたね。社外品の方が多少安いと、多少安くて減りも少ない、安くて減り少ない、いいですよね。ただ効きは若干悪いよって、若干みたいですね。だったらそっち最初からつけてくれよとかって思うんだけどね。ダメなのかな社外品。なんか社外品というとよく効いてよく減るみたいな、そんな感じですけど、ミニの場合はなんか社外品の方がロングライフみたいな、うん、不思議だ。やっぱし輸入車ってランニングコスト高いですね。なんか そんなこと覚悟しとけよって言われそうだけど、まあ、とりあえずブレーキパッドリア、あ、そうだ、この車で初めての出費だな。一応メンテナンスパッケージ、ミニの TLC って入ってるから、1年点検とその時の消耗品の交換は無料だった。ただタイヤとかブレーキパッド、それは関係ないですからね。それはまあ走れば減る消耗品だから、その部分は面倒見てくれない。それ今回初めてのリアのブレーキパッドの交換、うん、32,000、2万キロで32,000、ざっくり1キロ 1.5円、そのぐらいですね。1キロ 1.5円、まあ、そういう計算ですよね。無理があるか、まあ、これ音、まあおとなしく、私そんなにスポーツ走行みたいなそんなのはしてないんだけど、それでもこういう状況だから、激しく走る人は結構早めに来るかもしれないですね。ということでミニの多分皆さん一発目の出費はブレーキなのかな、リアブレーキなのかなと思いますね。ということでバイバイ。